こんにちは。山本製作所、清野です。本日は岡山県岡山市にあります藤田ライス株式会社様へお邪魔しておりますので、早速中を覗いていきましょう。はい、ありがとうございます。今日めちゃくちゃ暑くないですか？いやー、暑いですね、今日。清野さん、ふわふわになってるんですけど。あ、これやっぱり気になります？これはですね、山本製作所の支給された空調服になってます。あ、なんと、完全オリジナル。完全オリジナルです。こだわりです。ではこちらがまず一番最初の荷受けの設備です。通常だと移動式の荷受けホッパー DHL っていうものがあるんですけれども、それを最初は使っていたんですけれども、だんだん処理量が増えて荷受けにかかるストレスをなくそうということで、 DHL を地下に埋めて荷受けに来たトラックがすぐ逃げてスムーズに荷受けができるような設備にしています。埋め込み式の方がやっぱり処理能力的には高いですか？そうですね、このまま来てこの中にザーッともう開けれるので多くの量入れられますんで処理は早いと思います。うんうん、埋め込み式の荷受けの設備を買うんじゃなくて BHL を埋め込んだ理由が何かあるんですか？そこに BHL があったからというのは冗談で、もともと DHL を持っていたので、その既存のものを利用してコストを抑えて荷受けを改善しようということで、通常の荷受けホッパーを地下に埋めております。荷受けホッパー昇降機付きなので、昇降機から上がったものが今度はあちらのチェーンコンベアというもので各乾燥機へもみを張り込んでいきます。なるほど。この昇降機なんか紐が2本垂れ下がってるみたいなんですけど、何ですかね？こちらは乾燥機1台だけチェーンコンベアから張り込まずに直接荷受けホッパーから張り込むようにしてるので、それのこう切り替え、コンベアに行くものと直接乾燥機に行くもので紐で切り替えるようになってきています。やっぱり速さと効率重視っていうところで、はい、入荷してすぐ乾燥機に入れるっていうことができるようになってるっていうことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、それでは移動したいと思います。はい。ちなみにこちらのライスセンターはもみ水筒だけですか？やられてるのは。こちらはですね、もみとあと麦も乾燥してます。ですとこの埋め込み式の BHL は麦もいけるっていうことですか？はい、麦もいけます。なるほど。大丈夫です。ではこのようにこのコンベアから各乾燥機へ張り込んでいくという設計になっています。これはベルトコンベアですか？これはチェーンコンベアと呼ばれるもので、チェーンでスクレーパーがついたものがこうぐる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 回っていて、コンベアに入ったものをこうザーッとして、この蓋をこう開けると、開けたり閉めたりして入ったり次に行ったりっていうものですね。乾燥機が何台かあるとチェーンコンベアを使って、あのいろんな乾燥機に張り込めるようにしてるっていうことなんですね。そうですね。このような並びですとどうしてもここに荷受けがあったら向こうまで張り込むことが難しいので、そういった時にこういうコンベアを使ったりします。乾燥機ですが何台あるんですか？はい、ここはですね、60国が3台と34国が2台あります。だと合計で248国分ですね。大きいですね。はい、手前にこう小さい国数の乾燥機が来てるんですね。はい、こちらの小さい乾燥機も数年うちわには大きい乾燥機に変わる予定です。なんと規模を拡大されていくっていう形なんですね。そうですね。この乾燥機、先ほどあの麦もやられてるって言ってたんですけど、はい、この乾燥機でも麦もできるんですか？はい、麦も乾燥できます。こちらなんですけど、このようにチェーンコンベアで張り込みました。うんうん、乾燥機全部入って、うんうん、もみが追いついてしまうとオーバーフローといって、ここからもみがザーッと出てきます。で、通常だとこういう何かで受けて溢れちゃったりするんですけども、ここにセンサーを一つつけまして、ここのセンサーを叩くと、あちらですね、パトランプがついています。あそこのパトランプが光って荷受けしてる人が、あ、乾燥機いっぱいになったんだなって分かるように、一目で分かるようになっています。赤と黄色2種類あるんですが、どっちがなるんですか？黄色が光りますね。黄色だと荷受けされてチェーンコンベアでこうやってガーって流れて、はい、全部の乾燥機にいっぱいになったら、あ、なるほど、こちらの
このオーバーフローの中にスイッチがあるっていうことですかね。そうです、ここにスイッチがあります。なるほどなるほど。でここに穀物、まむぎなりもみなりかかったらパトランプが鳴るっていうことですね、はいはい、なので入径をそこで止めるっていうような流れになっています、うん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 、なるほど。じゃあ勝手に自動でガーってなって詰まったりとか、はい、まあ、知らず知らずの間にこうガン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 入径されてるっていうことがない施設なんですね。そうですね。乾燥機も綺麗に紫色で揃えていただいてますね。ラベンダーミルクといって弊社のこだわりの色なんですけど、このようにこの色で倉庫が全部染まると、普段は暗い倉庫が明るくパッと明るくパッとなります。なりますね、はい、確かになんか生徒さんの表情も明るくなったような気が。明るくパッとそれでは乾燥されたもみや麦は、はい、次は何になりますか。次はですね、はい、こちらの乾燥機によく似た、おうおうおう、これが法令タンクなんですけれども、これが各乾燥機に1台ずつついています。右側にある 60DR2 っていうのが乾燥機ですよね。はい、そうです。その操作盤がない乾燥機と同じようになってるのが法令タンクっていうことですよね。はい、乾燥機と全く持って同じような形をしてるんですね。そうですね、見た目が一緒で昇降機もついてますので、通常の法令タンクのように再設備もいりませんし、下から物を入れてそのまま中へ入れれます。昇降機付きなので建物の高さも抑えることができます。これはあれですね、乾燥機からはこの横コンですかね。こちらの小さいクラスの乾燥機は横搬送機で各法令タンクへ行くようにしています、うん、大きい方はちょっと上を見てほしいんですが、なるほど。それでは飛びますか。はい、行きますよ、はい、せーの、はい、飛んできましたね。はい、飛んできましたね。すごい。何ですかここは。これがまたこだわりポイントなんですけれども、通常の法令タンクからはまた今度ベルトコンベアという搬送のコンベアに行って自工程へ行きます。そしてあっちの大きい乾燥機はさっき紹介した法令タンクへ行くライン、そして乾燥機から上がったものを直接ベルトコンベアに流すライン、さらに法令タンクからもベルトコンベアへ流すラインというのを全部こちらの一つの受け口で行うことができます。なるほど。ベルトコンベアが二役の仕事をしてるっていうことなんですね。そうですね。夜中に乾燥が終了して、はい、法令タンクにいなくとも、はい、すぐもみすりしたいっていう時はこのままベルトコンベアの方に流れていくっていうことなんですかね。はい、わざわざ必ず法令タンクに行かなきゃいけないっていうことではないので、その場面場面で調整してタンクへ入れる場合と直接次の工程行くラインと分けることができます。あとさっき紹介してもらったみたいに乾燥機と法令タンクの高さ本当に同じぐらいなので、こう無駄に高くというか建屋を何かのために高くするっていうことがなくって、本当にさっきおっしゃってたみたいに建屋のコストはかなり抑えられそうですね。そうですね、それが一つの特徴ではあります。上見せてもらいましたけど、ベルトコンベア下から見た感じですね、はい、このベルトコンベアを通って、はい、法令タンクもしくは乾燥機から出たもみがこのベルトコンベアに通ってこちらの横搬送機であっち側へ運びます。それで麦も同じ流れなんですか。麦も同じ流れです。なるほど。ここまでお米も麦も全部一緒の工程です。今度こちらの昇降機で上へ上げて、この昇降機の出口にまた一つベルトコンベアがついています。そのベルトコンベアでこちらのこのいかにもごついタンクへここへもみなり麦なりを溜めていきます。なるほど。これもラベンダーミルクみたいですけど、山本が建てたタンクなんですか。この色に塗ってもらいました。あ、なるほど。あの当社ではちょっとしてないけど山本仕様のタンクと言ったらいいんですかね、うんうん、なるほど。になっています。このタンクはどれぐらいの容量が入るんですか。これも60石満タン入るようにしています、うん、で麦も乾燥機に60石満タン入った分全部入るようなタンクになっています。こうラインでこうフューって全部横並びに並がれてるわけじゃなくて、はい、縦にトントントンって流れてる施設になるんです
ね。そうですね、建屋の広さがまあちょっとこれぐらいでっていうことがあったので、うんうんうん、この中で目いっぱい処理できるようにこういう風な並びと設計にしています、うん、お客さんのその要望によって金額なり施設のもともと大きさが建てられる大きさ決まってるなり、こういう流れがいいんだよねっていうのに全部当社でご相談いただければ対応することもできるっていうことなんですよね。はい、そうですね、図面に落とし込んでみたりいろいろ打ち合わせなんかをして、まあ、よりお客さんが満足していただけるような提案の方をさせていただいてますので、気軽にぜひ皆さんご相談ください。ありがとうございます、はい、じゃあこのタンクから次は、次はですね、麦の場合ですとトラックがここに入って、そのトラックにも直接麦を全部出してしまってそのまま出荷っていうことがあるので、麦の場合はここにもうトラックが突っ込んで全部出してしまいます。でお米の場合はこういう粗線機を通ってもみすり機があって色線があって昇降機があって触れ込んで取るっていうような流れになっています。今日ちょっと説明してもらってもいいですか。はい、この法令タンクからこちらにありますもみ粗線機を通って粗いゴミを取ります。でこっちにもみすり機が一つで、もう一個こっちに稼働中はもみすり機があります。で二つにラインを分けて片っぽは色材選別機を通す、で片っぽはそのまま次の工程行って最終的にはこちらの玄米昇降機であちらのフレコンタンク、フレコン計量機で行きます。このタンクの横から出ている黄色の筒みたいなのは何ですか。はい、これはですね、稼働中にここにもう一台もみすり機が来ますので、それのもみ殻を飛ばすもみ殻ダクトになっています。なるほど、ありがとうございます。あともみ殻タンクの方も紹介してもらってもいいですか。はい、ではあっちに行きましょう。はい、お願いします。はい、はい、これがあれですかね、もみ殻の、はい、ダクトですね、はい、非常に長い距離伸ばしてますので、あちらに1個中継ファンというファンをつけてまた力強く飛ばして、こっちがもみ殻庫になります。結構大きめのもみ殻庫ですね。そうですね、瀬野さん、なんかここに Y の字みたいなのがあるんですけど、はい、何ですか。これは山本の Y です。山本の Y、ありがとうございます。はい、はい、というのは冗談で、これはですね、乾燥機の上の除塵機、ゴミ取りから来たゴミをこの装置で受けて触れ込んでゴミを取っているというところです。触れ込んで一気に取れるってなると移動できたり処理するのも簡単そうですもんね。はい、後処理が楽なのでこのようにしています。はい、ありがとうございます、はい、今回は室内ではないんですけど、はい、外でも風力自然ダンパーをつけていらっしゃるっていうことなんですね。そうですね、雨とか風をしのぐ蓋の代わりっていうのもありますし、そのまま蓋をしたまま乾燥機の稼働時は蓋が開いて風が出る、で何もない時は閉じる、で蓋代わりっていうようなものになっています。確かにネズミとか、はい、変な生き物とかが巣作ったりする可能性もありますし、はい、田んぼが広がっているので風の逆流を防いだりする役割もあるんですかね。はい、そうですね、その通りです。じゃあ社長、今日はすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。社長、こちらのライスセンターの一番のこだわりポイントは何ですか。小スペースで効率化を図りながら詰まり防止の策とかスピード能力っていうものを極限まで上げて設計をしてもらいました。今のところトラブルはほとんど起きてません。そこがまあポイントになります、はい、オーバーフローでパトランプが光ったりするのもトラブル防止ですね。はい、ちなみに社長お若いですけど従業員さんも皆さん若いですよね。まあ、僕は32歳なんですけど社員全員の平均年齢でいくと27歳です、はい、はい、若いですね。僕より若くて羨ましいです、はい、まあ、みんな元気よく働いてくれてます、はい、若さが強みですね。そういうことですね、はい、じゃあ社長最後に今後の夢を語ってください、うん、残業が多くなってるんですけど将来的には夕方6時には全員帰宅できるような作業の計画を立てて進めていければいいかなっていうふうに思っています。素晴らしいですね。じゃあすいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。